い、皆さんこんにちは。 MSTV アシスタントの小鳥ちゃんこと高梨レイラです。今回試乗した車両はこちら、スズキの GSX-8R。 こちらに丸山さんに引き続き、早速メディアの中でも多分ね、まだ乗れてる人限りなく少ないと思うんですけど、今回 MSTV やこちら早期にお借り出しすることができて、試乗することができました。まあスポーティー、ちょっとねツアーラーを兼ねつつのスポーツバイクということで、いつもよりたくさん距離が走れたかななんて思います。今回何キロだ、まあだいたい250いかないぐらいかな、200キロちょっとぐらい走ることができたんで、こいつのね性能をまあいろいろと試すことができましたし、あとは一番いい使い方、ちょっとツーリングするのにいい感じに楽しめるっていう、その絶妙なところを今回ね楽しめたと思います。ただそこだけじゃなくて、今回はちょっとショートコース、都民モーターランドで行われた膝すりキャンプもちょっとこいつで走ってきたので、まあそんなところもどうだったのかっていうのを交えて喋っていきたいと思います。ですね、 GSX の8シリーズっていうと、すでに発売されてる、8S を以前春先ぐらいかなに、静岡の方の沼津の方に行って、伊豆ツーリングを丸山さんと V ストローム 800DE と2台で行ってきたんで、エンジンはそれと同じタイプになります。なので出力的なところでは、前回乗った、8S の動画も見ていただきたいんですけど、それで使った感じと基本は変わりないです。ただ今回カウルがついたってことで、結構見た目がねこうボリューミーになった。 8S はね、800cc の割には結構コンパクトで、まあ、女性とかでも、あとは初めて大型バイクを買う方とかにおすすめっていう前回の動画では言ったんですけど、今回はね結構大きさがあってボリューミーなので、もっとこう大型バイクなりの大きさが欲しい、迫力が欲しい、あとはやっぱりカウルがついてるバイクが欲しいっていう方とかに結構ビビッとくるんじゃないかなと思います。正直ね、最初見た時に 1000cc クラスではないんですよ。ちょっとツアラーに近いかな、でもなんかスポーティーな形もしてるなっていうのが私の中での印象でした。 8S から今回の、8R になって、車重がですねプラス3キロしか増えてないんですよ。なので実際車重とかがそんなに大きく増えてるわけじゃないので、取り回しがね見た目よりめちゃくちゃしやすいです。今回自分で走って、まあ、駐車場とか入れて出してっていうのを結構やったんですけど、他の人からはもうあれなんかそのバイク結構重そうだけど意外と普通になんか軽快に回してるねなんて言われたんですけど、本当にその通りで、取り回しがね結構しやすい。見た目の車重よりね、なんか5キロから10キロぐらい軽く見える。でもね、なんならね、200キロ切ってるような体感があります。あと、取り回しと同じくなんですけど、今ね、ごめん、ちょっとね、スタンドがね、少し高い位置に置いちゃってるんで、あれなんですけど、平らな位置に、仮にスタンドを立てたとします。で、マシンにまたがる、起こすっていうのが、これがね、スタンドはね立ってる、立ちすぎてるってほどじゃないんですけど、そんなに寝てないので結構ね引き起こしがねすごく楽なんですよ。でハンドル位置もちょっとアップハン位置なので、起こしがねしやすい。これは身長私160センチなんですけど、160センチの人で、かつこれ足元見てほしいんですけど、つま先しかついてないんですよ。母子球どころか、てかつま先の腹どころかつま先のちょんちょんしかついてないんですけど、それでも引き起こしがね結構しやすいのが一番最初に乗った時に思ったところ。あ、何これ、あ、乗りやすいっていう風に感じました。でポジションも自然、フルカウルみたいに SS みたいに前傾が強くない分、街乗りとかツーリングが本当に苦なくできます。今回都内の方から霞ヶ浦の方まで高速とあと下道使って走ってみたんですけど、すごくライポジが楽、走りやすい。で出力が開けた時にね、なんだろう、トルクがねすごいんですけど、でも鋭すぎない。
乗っててね、なんか疲れない出力感前回のね 8S の時も同じなんですけど、なんだろうな、よりスポーティーな走りをしてるんだけど、なのに旅でも楽しめるっていう両方のね特性を兼ね備えてる。でポジションもそれに合ってる。だからなんだろう、なんでこんなにしっくりくるのかを言葉で表せないあとねエンジンがね結構心地よくて、前回あんまりよく分かってなかったんですけど、この270度クランクのエンジンをかけて、音もちょっと聞いてほしい。まあ、ここまで回すことないんですけどね、普通に街中でね2000からね4000ぐらいで加速とか発進とかして、なんか疲れない、乗っててね程よい音量感と、どこどこ感、振動、エンジンのレスポンス、どれもね、なんかね、これが褒め言葉になるのかわかんないんですけど、日本人が乗っててね、すごく自然なバイクだなっていうのが私は感じました。で、あと前回同様モード切り替えがあるんですけど、行きはね、A モード使いました。で、帰りはね、なんかちょっとやっぱり1日イベント走って疲れたなって時に B モードにしたらすごい高速道路が楽でした。なのでモード切り替えは結構ちょっと多用して、まあ、C モードだとねちょっと出力は一緒なんですよ。あ、最高出力は同じなんですよ。ただ出力のフィーリングが変わってくるので、まあ、あのね C モードだとそれこそね初めて大型バイク乗った人におすすめって言ったんですけど、そういう人に最初は C モードから乗るとかそういう使い方もありなんじゃないかななんて思いました。まあ、モード切り替えはね今回 A で、サーキットミニコースを走った時に私はずっと A で走ってしまったんですけど、丸山さんが B で走ったらコントロールがすごいしやすかったって言ってたんで、まあ、その辺はちょっとね丸山さんのコメントを聞いていただけたらと思うんですけど、その時の用途と、走り疲れその辺に応じて、変更しながら楽しんでもらえたらと思います。あとね今ちょっと見せたんですけど、5インチのこの TFT メーターの視認性がバリいい、すごくいい。これはね夜でも昼でも太陽光に当たってもどの時でも視認性がすごくいいんですよ。で今ね多分画面暗いからこれねナイトモードになってるのかな、一応デイモードナイトモードで画面が白いバージョンと黒いバージョンが自動でも手動でも切り替わるみたいなんで、これはね昨日か朝昼晩そして今日昼で乗ってもどの時間帯でも視認性がすごくいいので、ここはねまあ今時のバイクだと結構 TFT 増えてはいるんですけど特に見やすかったなって、あとはスズキのオーナーだからっていうのも感じてたとこなんですけど、メーターの中で平均燃費が出てくるんですよ。それがねスズキ車結構多くて、まあ、他のメーカーでもついてるとこあると思うんですけど、スズキ車はね結構マシン幅広くついてんのかな、これも漏れずにもちろんついてたのでそこはすごくね便利です。あとは残りのガソリンの走行可能距離とかも書いてあって、今回ね何キロかなちょっとねガス給油ギリギリまでちょっと撮影終わったら給油しようと思ってたら、なんかね残り5キロぐらい、もう走行可能距離5キロぐらいまで走ってたんですけど、まあ、ちょっとねそういうそこまでシビアにね走ることはないと思うんですけど、そういう数字的なメーターでいろいろ情報が見れるっていうのはライダーにとって、まあ、ツーリング先とかそれこそ本当にガソリン給油がなかなかできないようなところ行った時にもう切れんのかな、まだもうちょい持つのかなっていうのが分かるだけで、ツーリングしてる時のね心の負担はだいぶ軽減されるかななんて思います。でさっき走った時のエンジンのこともちょっと話したんですけど、街中で走ってる時に前回丸山さんも私も公表してたのが本当にね低回転からでも扱いやすいで伸び方がね鋭くないんですよ。ツインのこう下からのトルクからこう上に滑らかに伸びていくから鋭くない、だけど回せばちゃんとパワーが出る。だから高速道路とかでちょっと追い越したいなってなった時にちょっと1個シフトダウンしてグワッて回した時の
トルクがやっぱそこは大型バイクなりの 800cc なりのパワー感で、うわーっていう、これは250とか 400cc で絶対味わえないので、実際、400cc のバイクの人と一緒に帰ってきたんですけど、やっぱ大型のトルクすごいなって言ってました。それは私も本当ね、仕事で大型バイクいろんなの乗るから、で普段自分が 250cc のバイクを乗るからこそ感じるんですけど、このトルクを楽しむんだったらこの 800cc のスズキのバイクは本当におすすめだけど、難しくない、なんかね、手軽って言い方したいとどうなんだろうな、ビギナーでも乗りやすい、そこは本当に1日2日乗ったからこそ伝えられる、だけど大型の楽しみをしっかり兼ね備えてます。で、最初冒頭にも言ったんですけど、今回膝すりキャンプで試乗して、あえてこの大きさでね、ショートコースを走ってみたんですけど、まあね、このアップハンドルなんで、ライディングフォーム、膝反りフォームをするのはちょっと難しかった。ちょっと難しかったんですけど、走ると楽しかった。コントロールもね、さっき何度も話したように、出力のね、こう、なんだ、自分でのコントロールがすごくしやすいので、ショートコースでも問題なく、加速、減速、コーナーっていうのがしやすくて、もうなんか、走る前結構ビビってたんですよ。600cc 以上でショートコースって走ったことなかったんで、なんかこれで膝擦れるかな、コーナーちゃんと程よい速度で入ることができるのかなっていうのを自分で結構ドキドキしてたんですけど、ほんと何の問題もなく、もうガリ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 膝擦って楽しむことができました。で、アップハンならではのその走りの難しさを、まあ、今回ちょっと撮影で、まあ、勉強できたところかなと思います。はい、あとなんだろうな、ちょっとね、個人的に思ったのは、自分のこれは愛車の GSX250R と比べてなんですけど、シートがちょぴっと硬いかな、特にタンデムシートなんでツーリングとか行くときは、ちょっと長距離のツーリングだと後ろの人をちょっと気遣ってあげるといいかなと思います。バイクの GSX シリーズの中で GSX-R1000 とか R7 半とか R が先につくやつって基本的に鈴木車ってすごいザ・スーパースポーツっていうスーパーバイクとかっていうモデルで出してると思うんですけど、今回の GSX-8R は R が後ろにつくので、本当に街乗りでの楽しさ、扱いやすさっていうのを、まあ、重きに置いてると私は感じ取ってるんですよ。それは自分の GSX250R も後ろに R がついてるので、そういうところが排気量が変わっても変わらず、こうちょっと各バイク受け継がれてるなっていう共通のモデルだなっていうのを、これは個人的にスズキオーナーとして乗っててしみじみ感じました。はい、ということで今回は GSX8R を、試乗させていただきました。この後ですね、まだ確定はしないですが GSX-S1000GX なんかも発表されてるので、まあ 8R よりもさらに電子制御もりもりで、まあなんか減衰とかもね変化したりとか、あとはまあクルーズコントロールがついてたりとか、そういったさらなるね豪華装備がついたバイクも上位モデルでありますので、逆にね 8R じゃちょっともうちょっと装備欲しいなっていう人とかは、GSX シリーズには S1000 GT も GX もありますので、そういうのも視野に入れていろいろと候補として探してみていただけたらと思います。それでは皆さん、今日のところはこの辺で、さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ただいま NSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスターを募集しております。動画の制作スタッフも募集しておりますので、詳しくは動画の詳細欄をご覧ください。